はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝 5DX ライブ配信始めていきましょう。今回29回目ですね。関東攻め後半なのかな、そちらをやっていきたいと思います。ご北条、北条氏政を攻めていきます。はい、ツイッチの、配信です。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズ、チャットコプリーズツイッチマイアカウントチャットコメントプリーズ。そしてこの動配信のアーカイブは YouTube にはアップロードいたします。2日後15日21時からプレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルアップロード2 days after プレミアライブ My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント、ございます。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。それでは始めていきましょう。そうだ、頼康が沼田城に攻めていく。これはもう援軍出さなきゃいけないですね。沼田城はすごく越後とつなぐ重要な場所です。まず主命伝達は、主命伝達しなあかんな。主命伝達するってことはそこから沼田城攻めの、沼田城援護の人を選抜するってことですね。まず王神寺ないのか。そして一応やること多いよな。ここに置くと、ここはちゃんと兵士5万人いるから、ここへ困ることはないんだよな。44万はすごいな。ちょっとここは軍馬鉄砲は全部、大砲がまだ返ってこないな。で、軍資金はもう9万ぐらい残しといて。士気がちょっと不安だな。有機城か、どこ、有機城は最前線にいるだけに。あ、みんな兵士が平均化されてるんだ、この世界だよな。岐阜城もそうなってるからやっちゃったんだ操作。さすがにこの辺とかもういいでしょ。関東の城に集めましょう。兵士は3000人ぐらいでいいかな。うん、でさらに
雪城へ。あとここか、ここはまあ5万人いるとして、まあしばらくはいいか。この状態で雪城城に任せてもいいな。城主任命。お、北条高広が仲間になって、前回ギブアップさせた北条高広ですね。みんな島津は能力高いからな。お、北条綱重が結構いいと思う。やっぱり対北条には北条っていうとこですね。で、与力を派遣。当然ここ。お、まず一番目は北条高広。支えてもらいましょう。オウムキリシタン大名大村澄忠、侍大将。どんだけキリシタン欲しいんだよ。うん、ここはどうなんだろう。飯山城は飯山城にも派遣。お願いします。誰誰だこいつ。誰だ、まあ、分からん人を派遣して数を減らしておきました。数減らし怖い。厄介払い、またの名を。続いて主命伝達です。まず何をするかですね。今回は軍備優先でいく。うん、軍備優先でいくか。だって自動振り分け、軍備優先。とりあえず具資金はまあたっぷりあるんで大丈夫でしょう。黒田官兵衛って94だけどな。ダブル島津に任せよう。今回は黒田官兵衛はちょっと戦ってもらう。弁舌も大丈夫なんで。部もすごいあるんで、これはあれですね。どうだろう、勧誘なんかできるんだ。お、裏切り者だ。あれ、なんで真田がいろいろいるんだ。強い。いやちょっと年齢強いけど、年齢が。すごい能力低いな。出た、吉氏。明
秋山ってどうなん？悪くないよね。大久保長安もいろいろある。片倉、ああ欲しい、片倉欲しい。ちょっとお願いしてこようかな、片倉。修行はあれだよな。長期修行じゃなくて。城を開発をしてほしいっていう感じか。鉱山開発、鉱山はまだまだ余地がある。災害、災害はダメだな。災害は一旦保留。武芸で、両島津はなしで、開墾かな。島津俊久も有能なんじゃないの。普通に有能ですね。これは関さんはこんなこと、軍資金調達、鉄砲、ためらいす、まあどっちかといえば軍事だけど、言うほどでも軍事が飛び抜けてるわけでもないからな。これもそうなんだよな、やや軍事っていう感じかな。弁舌は満たしてんだな。いやこちらもまあ軍事ではあるけどな。すごいな、これ全部満たしてる。痛みはこういうのは逆に作動なんだよな。わ、こっちは逆に何やろ。長船は治安向上とかもあるけど、何しよう。鉄砲購入、鉄砲購入する人多いな。じゃあ大砲購入、弁舌、弁舌、足軽、算術、あこれはあんまり鍛えるとこないもんな。あーまあこれはもう金金でも金大丈夫なんかな。あまあ政務とか優秀だから金は調達できそう。
なにこれ、あ、山内ではないですか。なんだこれ、軍学。ちょっと待って、これだけ良ければなんか軍事のことをやってほしいが、まだ無理なのか。鉱山。龍造寺まで行ったよな。龍造寺が一人難儀って結構優秀じゃなかった？気のせいか。お茶でもやってもらおう。休日希望。まあ休日いいでしょう。ん？あれ？あ、まあいいかん？ちょっと待った。連日。武芸、戦術で最後ユフが鉄砲だが、今なしが両島津最下段であと一人だな。一応数がいると思うんで。補修したい、補修事業部だからな。黒田は嫌だな。悩むな。そんなに優秀な人たちが残ってるからな。
みんな鉄砲欲しがってるな。大谷連れてっか。まだ侍大将だけど。とりあえず沼田城へ加勢です。まあ行きましょう。どうでしょう。まあ、ん？あ、もうほとんど死にたいやん。柴秀吉がみんな委任で3万3000の大軍勢になってる。まあまだでも大手門なんだよな。交渉はできないからスタートは野戦しろっていうこと。やべ、落石があるんだ。太いな。もう崩しに行ってる。1200人まで減った。風林火山はやめとこう。あ、ダメだ。じゃ普通に風林火山でいっか。お、普通に攻めてる。えぐい。さっき何もできないからな。なんでこんなことをしてしまったのか。かか強い。あ、そうでもないか。二遊力攻め、ガンガンガン。ギブアップの依頼もできないんだよな、こちらは。お、もうちょっと。なんでみんな矢を撃つんだ。まあ千なり秒単ですね。これで本丸へ。ギブアップしてくれないかな。
縄文爆破。あんまり減らない。火攻めでこう、間に合わないかな。あ、まだまだいける。大将倒しに行こうか。こうなったらその方がいいかも。いいよいいよ。あ、まだモチベがそんなに高くないからか。直江兼継が滅、あれですね。今使える方法は、仮にこれ打ったとして、だいぶ減ったが、上杉兼勝もマックス、あ、さんはあと本体しか残ってない。打て打て打て、もうちょっとだ。なんでそこへ挑発？あかん。今の打てば勝てたよな。さすが。ボロ AI。無限にいるからな、向こうは向こうで。これ何やったっけ？雑賀隊か。首打ち鉄砲できるのか。ならば前進してもいいか。これ誰？大谷か。これ首打ち鉄砲できんの？できない。ならばちょっと後回しだな。できるんで首打ち鉄砲へ、秀吉の前に大将は一番後ろから行くしかないから、首打ち鉄砲かな。でまあ仕方がなし、仕方なし。たな。本体はそんなに動かない。先に攻めてって言った。こうしてくれるからな。首打ち鉄砲ってもうやってるから、やっぱり
躍中、あれ百発躍中は両立できないのか。あ、違うわ。組打ち使っちゃダメなんだ、こちらは。早いんだよな、動きが。おっと、あっと、混乱させられた。勇敢だな。こっちも行けるんだ。あ、でも。得意は挑発引き込みか。隣接してたら引き込めるんだけどな。まあとりあえず早っ。オッケー、撃破。当然のごとく。あ、百発百中じゃないわ。三段打ちか。本体攻められると思った。乱戦になり始めた。さて、これ誰？三村家の備え大将？お前邪魔。いいですよ。これしかないな。これでいってみよう。ですよね。結局援護射撃が中心になるんだよな。こういうふうに。あんまり減らないしね。本体攻めに来ないな。あ、溶ける。前を防ぐ。これ誰だっけ。本体か。誰もこうしないのが残念だよな。移動できるけど
終わったか。あ、こうして終わった。これは攻められない。一歩前へ出ていく。ちょっと勇敢に行くか。これこうしてくれる可能性もあるからな。だよな。で三段打ち。本体はまだいるんだよな。そしてその本体が動き出した。鉄砲隊なんか痛いな。食勢が囲ってる囲ってる。よしか。組打ち鉄砲、サイド組打ち鉄砲。逃げそう。まあ逃げるのは追っかけないのが吉。届かないもんな、追っかけても。あと誰？災害が残ってる。まだ諦めない。おっと、備え対象だった。ちょっと秀吉が、秀吉じゃないわ。ちょっと様子を見よう。
気に前進。一つ前へ。組打ち鉄砲を指導。ちょっと下がろう。さすがにちょっと無理だ。弓のパワーがすごいな。あ、秀吉も しかしここは我慢。1ターン我慢だ。この打鉄砲か。そう、動けない。あ、でもここからも撃てるんだ。当然撃ちます。飛びついてやれ。三段打ち。うん、逃げ出した。ちなみに被害はご覧の通り。あと30人やもんな。30人やもん、あと。な、無理やろ。てか本体倒しに行くよね。それで終わりにする。7とか5とか5とか3とか悲惨すぎない？倒し、全滅。上杉謙信だった相手は。しかし全然軍人のいない上杉謙信はまずすぎる。
沼田城攻略に成功です。トップは島津ですね。野菜がこれどういう基準になってんだろうな。縄文爆破結構でかいと思うんだが、そうはなってない。さあまずは薬ですね。薬を、あ、そうだった、薬を渡す番です。これクリック音結構うるさいな。ちょっとあの環境設定でクリック音を落としたいな。何これ、破壊工作とか茶器並べとかなんだろう。ミニゲームの話か。これクリック音ともあれするのが嫌なんだよな。じゃあ塩に入りましょう。茶会。よかった。よかった。飯を食わせてほしい。と思ったが無理でしたね。社会もやった、能力探検もやった。ということで、少しお待ちください。
はい、お待たせいたしました。では、再開いたします。さあ、沼田城を取ったんで、これで勢力図は次越後とつながりましたね。待望の越後との接触、これ、本庄城しか上杉は残らなくなってしまいましたね。もちろん切り取ってもいいですが、その辺は任せましょう。最後のとどめはちょっと刺さないで、ここどこ、館林城をいつの間にか上取ってんだ。ここちょっと突出してるのは嫌だな。全滅させるか。まずは江戸城も取ってるから、館林取ったとなるとやっぱり唐沢山なんだろうな。唐沢山から宇都宮とか織田土浦あたりかな。水戸城まで行ければ結構あれか、攻めにくい。まあ取れるとこ取るしかないけどな。ちょっと北に寄ってる感はあるから、この城に関しては今氏真任せてるから、まあ徳川も来るかもしれないけど、まあここかな、ここかここかっていうとこだろうな。結城城ちょっと突出しすぎてるから、結城城まだまず救いたいと思います。唐沢山城に攻めに行くかな、やるんだったら。北条ってどこにいるんだ。これまあ当然合戦と言いたいところだが、まず主命伝達、柴田なんでいるんだ。じゃあまず前回軍事だったんで内政を優先しましょう。海活って強いんじゃないの。あ、強いですよね。まだ23歳だからな、海活。なんかまだまだ育て合えるっていうか、今回ちょっと景勝に出てもらおう。九博って誰？あ、以上か。ってことはあと3人いるんだな。影信ってみんな強そうだよな、この辺。ってことは大谷とかか。雑賀って前回何やってたっけ。
じゃあ、最が、ダブル清水、ダブル島津で、攻めに行きましょう。5000人はちょっと寂しいが、まあ沼田城を直接攻められるわけじゃないからな。具式兵糧は寂しいな。主要防御炉もちょっと物足りない。6万ぐらいあればいいんじゃないかな。兵士も3000人、いや、まあまあいいや、3000人やろう。でこれでどうするかって言ったら、これね、ちょっと待った。輸送で最前線、戦闘中ではない直轄城のみを対象といたします。当然兵士、ちょっと待った。表情の間に、これってどうなるんだ。もう一度輸送してみよう。最前線じゃないとこ1000人になるのかよ。さすがにちょっと無茶だろう。いや、もう一度ここじゃなくて、岩槻城とかはやばいな。ここもあれなんか。いやいやいや、ここはあかんやろ。なんでうちの本拠地も含めてやるんか。本拠地はちょっと省いてほしいよな。まあいいでしょう。これ
れでいいや。で、指名は合戦、唐沢山城、ここに攻めていくことになります。じゃあ行きましょう。出陣。もちろん援軍要請。援軍あれ？ああ。オッケー。家康。で、備え配置で。まあ、簡単に攻め取れるとは思うんだけどな。戦闘続行。風林火山、早くも火攻めから決行です。いいんじゃないでしょうか。まあもう千成廟丹、溶かしていきます。やりましょう、縄文爆破。あんまり減らない。嘘、結構硬い。嘘、またか。まあ当然火攻めも観光。再度火攻め。さあこれで落とせるか。わずかに足りない。わずかに足りません。まあ普通に強襲だろうな。はい。野戦嫌だ。
相手も結構兵士数多いから、まあ待って一気に攻略する策だろうな。囲って一気に撃つ、これに尽きる。こっち行くかな、どっち行くかな、こっちかな。いや、ちょっと待って、こっちかもしれない。で、ここ、こことここだ。で、最後秀吉はこっちに入って、これでちょっとあとは待機しましょう。いつ組打ち鉄砲を作動させるかですね。こっちはまだだな。まだですね。こっちはもう、あ、違う、間違えた。組打ち鉄砲作動。忍者みたいなやつだな。組打ち鉄砲作動です。行かん方がいいな。それ百発百中をつかないとダメなんだ。こちらは組打ち鉄砲を作動させましょう。全員組打ち鉄砲が作動。さあ、伏兵が一体どこにいるのかってとこですよね、気になるのは。さあ、秀吉が三段打ちを敢行です。あとは全員待機だな。本当努力。千なりベオタ、まあそんなに使わんどこ。え、何？嘘。前にいた。こいつら。
こやつらーっていう感じだな。ダメだ、攻められない。馬がかり、なんだこれ。奇襲となるため無傷であり、通常 2.5 倍の攻撃力を持つ。隣接している味方が敵としては、隣接か、隣接しちゃうとダメなんだ。じゃあ連携だな。オッケー。三段打ち。すげえ。いや、まあ普通に打てば勝てるでしょ。モチベが残ってないから OK です。で、これだ。今あと2ついくつ残ってんだ。OK です、倒しました。これはまあ千成秒単で次の攻撃に備える。撤退していきましたね。まああんまり被害出してない。本丸まで行けたからな、実は。うん、では。なんか和議申し込んでくれないかな。やっちゃおう。はい、勝ちました。うわー、いやすごめん、近くまで迫ってたのか。これはちょっと家康かわいそうすぎます。館林城から来ようとしてたんかな。島津すごいな。2位は秀吉。さあこれで終わりじゃないよな。
どうしよう、どうしよう、どうしよう。さよなら、ゆうき。小山城へ。40日なんだよな。あ、停止数が悲惨。悲惨。秀吉の置いて全部。ちょっと待った。軍団命令、援軍要請。このぐらいでまあいいかな。戦闘続行です。で、まあいつも通り降り火山。活躍中か。はい、まず1体壊滅。早っ。やっぱ北条だからな、すぐ来るか。野戦になるか、攻めにくいな。一回交渉してみるのも手かもしれない。本体が全滅じゃん。ちょっとこれ軍議を開く。あんまり駆けつけてくれなかったな。縄文爆破。この状態で交渉行きましょう。魅力も高いな。才賀も悪くないが、自身もちろん幸福勧告。さあ結城家最後の仕事だが、オッケーです。これで結城家滅亡ですね。わずかに清水義久。まだまだ宇都宮城へ行っ
ってみる？ちょっと待った。なんかこの動きおかしくない？これなんだろう？なんか嫌な予感がするな。取れるとこ取っとこう。小田城、ここは取れるだろう普通に。似合わなかったんだよな。まあまあいるんで援軍要請をしとこう。氏真じゃちょっと間に合わないかな。氏真援護するのはかわいそうなんで、まずはちょっと自分でやってみよう。まあそうだよな、鉄砲使えないとなると。いいですね。どんどん削っていきます。オッケー、これで本陣に本丸に攻め寄ります。で、再度三段打ちで大将を。いいですね。ギブアップしてくれないかな。あ、敵軍これモブか。土浦城まで行けるかもしれん。トップは雑賀窓一でしたね。
ちろんこれで終わりじゃない。宇都宮城は結構でかいからな、こっち取るのがいいのか、それと土浦城がいいのか考えどころだな。まあ普通に最初の攻撃で宇都宮城を攻め取りに行った方がいいしな。土浦城にしましょう。水戸城まで行ければまあベストではあるんだけど、それはまあ今は考えないこととする。そして軍団命令、援軍要請、うん、13,000、うん、大友総理に援軍を要請しよう。 OK、 大体あの援軍 OK もらえない場合は他のとこ攻めてる場合だからな。相手もってメイン隊は鉄砲持っとんのか。あと城が硬いからな、そこら辺を意識していきましょう。いや島津本当頼りになるな。援軍か、早い。もう地上戦か、地上戦、野戦か。返り討ちしてやるわ。ん？ダメじゃん。待機。ですよね、知ってた。ということで行きましょう。並べ直さないといけないのがめんどくさい。まだ攻め切ってないからな、大手も。行きましょう。あと31日分です。兵糧は体力は77。もう一つ城攻めれればベストかな。今回のターンは風林火山で、いけ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 、どんどん。お、早くも大友総理。ニラ山城ってどこだ。ニラ山城って、山梨県。ニラ山城ってあれだ、静岡の伊豆だ。ナイスですね。本当は今川氏真あげようと思ったんだけど、氏真攻めなかったな。消極的すぎる氏だね。塩は止めるのにな。まあそれは当たり前か、海側にいるから。お、雨降ってきた。雨降るのかな。
ね、いや呪文爆破できないんだよな、雨や雨の場合は無理です。あ、それでもまあガンガン、もうちょっと OK。 まずは大手門を陥落しました。27日分か、兵糧は。もう一条攻め合えばもう何も言うことないんだけどな。あとん、何、あ、二の丸には誰もいないのか。じゃあもうこれですよ。はい、OK。ワンターンで、ワンターンで本丸へ。これってやっぱりなんか 本体どうせ備え対象なんだろうな。燃やした、恫喝した、モチベ下げる。あ、本体狙ってる。加護なあ、お総理いつもこればっかり、加護なんだよな。加護は意味がないんだよな。剣手、何は弓がですよね。キャプツバもやらなきゃな。知ってる、したく。 OK です。自身か。まあ縄文爆、二の丸の縄文爆は効いてんのかもな。さてと、次です。合戦目標、ちょっと待った、動かせない。ここでは動かせないのか。水戸城に行くか桜城に行くか悩むとこですが、水戸城にいた北もまあ視野に入るからな。桜城に行きましょう。これが最後かな。ほとんど減ってないのがすごいよな。じゃあ備え配置、うんだろうな。わかった、今度は備え対象じゃないみたいだ。野戦になるかもね。ただ相手もちょっと力が落ちてきてる感はあるよな。だから一気攻略できそう。朝廷工作したいな、できればな。
これが今回の遠征の5つ目の城の、攻略ですね。でさらに最初の沼田城の火星と韮山城を誰だっけ、が攻めてくれたんで7城これ取れれば7城羽柴の領地ということになります。今回で7城はでかいな。三段打ちじゃなくてもう縄文爆破効果はある。あれ援軍ってやってないよな。援軍やらないとダメか。いやもういいか、ちっちゃい城だし。軍技をやりましょう。交渉だけし交渉はしておこう。戦況は全然有利だから。よしさん行ってこい。相手は千葉さんですね。千葉篤富。違うんだ。千葉種富って言うんだな、これ。メインってやっぱり桜城なんかな。メイン城あれ？
そうなんだな。なるほど。相馬って千葉から改名したんだ。相馬とか、あと葛西も千葉から養子迎えてんだ。で、島津義久ですね。さあどうだ。くそー、ダメかー。まあ大友あれだからな。行きましょう、やるしかない。あと20日か。ちょっと兵糧は物足りないな。野戦になりましたね。さあどうだ。これで減って4000人台。これってどうなんだろうな。はい、来なかったか。じゃあ続き、もう兵士数も少ないしやめようよ。本当努力。もうちょっと。早く本陣に行きたいな。まあ、一応軍議してみるか。千成廟丹。軍団命令交渉、もうわしが行く。もちろん降伏勧告。本当？あ、よかった。大手、やっぱり本丸来てないと無理かなと思った。で、相手のやっぱり力も弱まってる感じもあるしな。オッケーです。西賀丸尾一がトップ。秀吉が2位。さあ、取りやすいとこ、もう一個行きたい。これ、台だから取りにくい。宇都宮城は中か。
しかも北条玄庵が強力強い北条玄庵がいますからね。呉地城が中、勝浦城が小だってな。稲村城も中なんで決して安心できないな。次の課題かな、これは。なんか攻めに行ってるぞ。どこに行くんだあいつ。これあそこに行こうとしてるんじゃないの。あ、大丈夫だ。うん、関羽は失敗に終わりましたな。まあ甘くはないよな。であと妻と喋って、何これ、北条記じゃん。鴨の町名の はい、もちろんです。ちょっと残りの時間は京へ行って内政をやってこようと思います。金庫出金、軍資金、あ、ダメだこれ。まあもうフルに出しましょう。10万以上は持てないんだ。あーですよね、水戸勢に。まあ取れるなら取っといたらいいとは思う。行きますか水戸城。まあ取れれば取りたいからな。いやーでもやっぱり今日行くかな。今日行って内戦を優先するかな。で今回は軍備優先ということで補修もしている。ただしダブル島津だけは結構頼りになる、こうなること分かったんで待機。強いんだよな結構。最後もう待機。影虎だ。影虎優秀でもないか。影勝はまあ優秀だな。あ、会津若松攻めに行ったのはこの影勝なのか。若松からあの最上家と戦ったのは。最上のハイライトシーンだからな、あれは。最上義満の。何かな、開墾。みんな鉄砲好きだな。ちょっと一つは大砲に切り替えます。
この辺も大砲に切り替えていこう。他に鍛えられるものはないかな。まだ無理だ。じゃあ弁舌鉱山三術足軽キバとか言ってたな。キバ育てたいのか。じゃあ思う通りにしましょう。で、大砲購入で、牙かな。本当にこれ牙でいいのか。弁舌に変更で、なしなし、もう一人なしが欲しいかも。三好なし、そして細壁大砲ということで、輸送か。この辺が少ないからな。5000人とかだし、桜とかもこの辺足りないから、あの輸送してあげたいな。じゃあ80万輸送してどうすんだ。8万、兵糧もまあ8万ぐらいですね。よし、4000人送り込みましょう。そして小牧山城も兵士3000を送り込む。土浦城だな次に。4000人で、さらに、あ、ちゃうわ、8万と兵糧も8万ぐらい送り込みましょう。で、桜城にも一条谷から桜城に4000人、軍資金は 2万、兵糧も2万送り込む。別のとこから兵糧とか送り込みましょう。で、軍馬鉄砲も全部あと吉田城からもちょっと兵士を
兵士じゃないかな、軍資金だな。まず7万、兵糧が2万、兵士2000人ぐらい送り込みましょう。そして結構あるな、四季三条からは兵士1000人、兵糧そんなにないや、2万ぐらい、軍資金2万かな。兵糧4万人ぐらい、これでまあ大丈夫でしょう。1万2000人いるからな。ダメだな、これ。土田、土浦、小田、土浦はそれなりにあるが、あと小山城ですね。あ、違うわ。これがそれなりのものが持ってて、これを小山城へ。兵糧も7万ぐらい、兵士も3000人ぐらい持っておきましょう。そしてさらに日野城からも兵糧軍資金とも4万ずつ、兵士も3000人ときましょう。これでまあいいかな。岩槻城が、うん、なるほどな。唐沢山城も足りないな。唐沢はそんなに持ってない。軍資金9万、兵士7万ぐらいかな。で、兵士もこちら2000人かな。軍資金2万、兵糧1万、兵士もう1000いっていいや。で、あと秋城、秋城はちょっと少ないな。は少ね、お工場少な、木谷城とか意外と稼げてないんだよな。なんか貧乏な城多くないか。兵士2000、3000かな。兵糧3万。これぐらいでいいや。あ、まあまあ。あとは、うん。兵糧も2万ぐらいかな。兵士3000、
ホロ2万ぐらいでいいや。で、光月城もなかなかいいな。軍資金3万、兵糧4万ぐらい。九州は、九州なんか寂しいんだよな。天霧城軍資金3万、兵糧1万、兵士3000人と、こんなもんでいいだろう。よし、戻ろう。で、王神寺ダメか。あ、これだけなって、それなってしまったからな。拠点移動するとしたらどこだろう。まあまあまだいいか。今の勢力図、まあ韮山城も取りましたし、あとこれは房総半島は3つ、水戸城、太田城、宇都宮城、烏山城ですね。関東はこの4つを取って、関東から完全に北条を追い出すっていうのがいいと思います。謙信従わせる、あ、それいいかもしれない。じゃあまずちょっと外交策として、おめでとうございますってことで、誰こい、上泉か。ラブラブ度はまだまだですな。軍船とかじゃないような気がする。十文字槍あげよう。うん、すごいな、86の、あ、統率86、武力が115だからな。欲しいよな、味方に。魅力も93あるんで。ん？あ、家康が攻めてんだ。水戸城は？なんだ俺。犬わらび。これ、家康ってどうするんだろう。ちょっと動向を見計らないといけないが、まあその前に本庄城へ向かいましょうか。いや、ちょっと待って、やっぱり怖いな、襲ってくるのがあったら。まずは、あ、村井さんじゃん。村井さんはまあ用はないんで、酒場です。酒を飲みましょう。いいえ。で、用心棒を雇う。もちろん高くても強い人。安い！五冠って。あ、清水さんじゃないですか。平手。行きましょう。周りにはな、うん、やっぱり稼いに行ってるみたいだな、家康は。水戸城への、これはいい判断、好判断です。ん、誰、あ、直江兼続じゃねえか。いい人じゃん。まだ19歳だったんだ。
直江開通。あ、ちょっと喜んでくれた。よし、本庄城へ行くぞ。誰？これも上杉家臣なんだな。上杉側。猪苗代城代。お、そうなんだ。うん。イソップじゃなくて、イソップじゃダメだな。まさかどきだ。引き抜き。それは無理だろうな。知ってた。柿崎、なんで柿崎がいるんだ。あ、ダメじゃん、無能やん。まあ、一応引き抜き。なんか引き、まあ、ダメなんやな。甘かす。あ、なかなか有能。こちらは影勝としてはやっぱりね、必要だよな。じゃあ、引き抜きしましょう。やっぱりあれが強いよな。行きましょう。いや、堂々とはダメでしたね。まあ、やっぱりこっそり忍び込むしかないってとこですね。外交、もちろん支配当たり前です。やりました。これで OK。 では出ましょう。用事分は残り50日。じゃあ京都へ。元気してるかな。外交もやらないとあかんしな。あ、同盟破棄か。従属じゃないんだな。畠山。
まあこうしつつ、二条城へ。岡部さんが結構高いものを要求してくるな。これを食らえ。長坂結構あれか、まあ武田家臣金塊をやろう。じゃあそれで今日の町へ。家康も加勢したのにな。今の人物情報見ていこう。別に名声が低いわけじゃないから、職人宅へまず行ってみよう。小王図行きましょう。もちろん OK です。お、4つあるんだ。わからない。うまー。全部わからない。言われた、切ない。寺行ってみるか。じゃあ あないんだ。じゃあ医者、薬を買っとこう。もちろん全部買えるだけ全部。まあ、これも一個買っとこう。立ち去りましょう。そして公家宅へ。まず、いや茶席はいらん。再度公家宅へ。口添え。まだか。一
応先のこと考えたらやっぱり南部だろうな。まだだな。何をもなし、ワンクラスぐらいは格が上がってほしいが、5000じゃ足りないのかな。まあダメだな、全然何も新たなものをもらえないや。単位が悪い。10000。ダメだな、10000でもダメなんだ。じゃ逆に3000。どっちも一緒だな。なんかもらえてなかった今。あ、商人、右大臣。あ、右大臣はでも前回も右大臣になってるしな。商人、右大臣なんか結構いい線まで行ってる感じはある。こっからがやっぱり遠いのかもな。あ、ダメだ。これで終わりだ。お金がなくなった。キャッシュディスペンサーないのか、ここに。金塊。10。鉄鋼細工10ということで、これで。内大臣か、前回右大臣じゃなくて
てましょう。あとは、あれ何やってんだ。カノエイトか、カノエイトにはそんなに用はないな。内川一政引き抜きたいな、早いこと。誰、こいつも謎なんだ。お木曽さんじゃないですか。じゃあこの人も、あ、芦名盛隆。わあ、これ暗殺か。もともとは人質二階堂だったんだ。です。さてと、本拠地って今ここか。伏見、わからん、わからんか。まあ今回はいいかな。まあこいつには会いに行こう。お、イロベ若い。あとはこの人、いろんな人と会うよな。本田テロなんで関わってんのか。ああ、信玄の本陣ついたのはこの三本寺さなかっていうのか。本田テロなんで、に巻き込まれた感はあるよな。でもやっぱり軍事でも強いってことだ。鹿島槍、これかな、菊池槍か。じゃあちょっともう本拠地に戻りましょう。イソップ上げときゃいいだろうという。お、やりました、確保です、ゲットだぜ。お、島津義久が大丈夫か。マンキンタンあげよう。やった、嬉しいな。これが効いてないとか言われたらショックだしな。ん、あれ、織田城で変な噂が、人心が動揺していると。あ、治ったか病気、自分で治したんだ。いやいや、薬をやる。なんかよくよく病気になるような印象が。スペランカ、
OK です。なんかたくさんいますね、本当増えましたね。影勝、影虎もなぜかいるしな。この2人が御嶽乱を起こしたんじゃなかったっけ。後ろへ行きましょう。やば、嘘でしょ、やられたら死ぬぞ。合力避けた。いや助けてくれよ、壁になってくれよ。届かない、動きが遅い、区内だから。 OK、 結局自分で倒してるじゃん。幻彩っていうのを襲われたいな。風魔衆か、絶対そうだろうな、絶対北条の仕業に違いないな。許さんぞ、許さんぞ、本性ある。陸八もあるか。絶対に許さんぞ、陸八もある。失敗は4人だけか。いろいろ取得しましたね。鉄砲も大砲も購入できた。大砲は1人だけか。ん、拠点規模1状況、結城春朝はすごいな。もちろん。茶会です。で、金庫、出金、軍資金、もう最大でいいでしょう、これからは。危ないな、本当。で、最後、これで終わりです。氷上の間。王人事。官職をちょっと推挙しましょう。今こうなっております。軍功が高い順だろうな、やっぱり。2位が相良。なんで、さすがに相良にやる、相良ってちょっと違うような気がする。稲葉一徹にあげましょう。
え、いや、さすがにそれ偉すぎる。真田昌幸は稲葉一徹を空いたあれに参議にあのしましょう。ちょうどそこにいたから任命したとかありそう。12,000、土浦が9,000、ちょっと足りなくなるケースもあるからな。あ、今はいいか。っていうか沼田城が韮山城にも送らないとダメだな。韮山城に送りましょう。軍資金を9万、兵糧を8万送ります。で、これ沼田城結構まあいいか。兵士が本当は兵士がいるからな。伊賀上野城から兵士を3,000にかっぱらってこよう。あ、逆か。多聞山城から感じで良いやろう。あと軍資金も3万ぐらい送りましょう。それから小田城あたりかな。小田城あたりに城主を任命しようか。三好総理か、面白そうだけどな。で、当然より寄付の派遣です。まずは柴田、ちょっと年齢が後ろ畑の岩村城にも もしよくわからん。
まあちょっとスペ気味なんで村井さんを送ろう。20歳か、ちょっともったいないかも。何を依頼すんの？え、何？これ。なんで？ちょっと南部家がうるさいんでな。争い起こしてもらおうか。いいでしょう。は？なんで？じゃあスッパ。いや、赤い。OK です。で最後指名伝達。今回は内政か。内政の番ですね。弁舌鍛えたいか。じゃあ長期修行にしてやる。弁舌鍛えたいか。じゃあ長期修行にしてやる。開墾したいか。じゃあ長期修行にしてやる。武芸鍛えたいか。じゃあ長期修行にしてやる。あ、これはちょっとお金稼いできてもらう。大砲を購入してもらう。開墾かな。開墾希望です。いや、算術やってもらう。お前は算術をやれ。鳥ってどっちかといえば武でしょ。足軽弁舌ん？なんだこれ。休術。満たしてるな。建築行こう。算術。あ、これは具資金調達。算術。前評価は完全に 部ですからね。軍学。前評価これなんかできないのかな。忍術できないな。まだ
で、とりあえず今回は、真田、官兵衛の4人。奥平ってどうだ？そんなに強くない。この4人にちょっとやってもらいます。あ、勝頼でもいいかな。東道もいいな。ああ、悪くないな。悪くないけど、やっぱり内政やってもらいたいな、どっちかといえば。ということで、この4人でいきましょう。ちょっと島津は今回は次回は出さずにいきましょう。合戦しませんよ、今回は。しないけどっていうところですね。まあ、次はやっぱり宇都宮、水戸を攻めたり、ここ突出してるんですよね、柴田がずっとですけど。なんでこの辺をどっちかといえば水戸より宇都宮だな。もちろん桜とか取ってるから房総半島3つを取るっていうのもありだけどな。あ、ここ取りに行きたいよな。あ、そうだ、上州指示しないといけない、謙信あたりに。氏真何も主命ないのか。いや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 、勢力攻略に決まってるだろう。残酷ですけど、これが戦国なんで。106、嘘だろ上杉。なんだ、最強すぎるだろうこれ。どうしようかな。いや、勢力攻略じゃなくて地方攻略をしてもらおう。あと信孝か。信孝はどうしよう。と言ってもこの辺攻めてもしゃあないしな。毛利攻められたらあっさり滅ぼされそう。勢力攻略言ってるけど嫌です。助けに来てほしい時助けに来てほしい、これだよな。毛利も同様。なし。姉小路って、あれだよな。三好どこだっけ。三好は織田城か。うん、城下発展です。はい、ということで、勢力も結構関東のいいとこに広がりましたね。そして、この上杉を
支配下に収めることに成功しました。ただ兵士数がちょっと少ないな。せめて味方にしたろうかな。裏切って そんな必要はないか。まあ黒川城も含めて東北だからな。上杉はこの力で東北を攻めに行ってもらいましょう。今後は豊臣家のために尽くしてほしいとこです。はい、結構ここまで角館まで来てるからな。北条も関東か追い出してもまだまだ北を圧迫するからな。まあ、南部もそんなに行けないからな。大崎や葛西がすごいね、心苦厳しいな。はい、ということで、今回はここまでとなります。結局自力で5つの城を1回の遠征で取って、でかつ配下の城主が2つ取ってくれたんで、合計実質7つ取った、羽柴家が取ったってことになりますね。これで結構中央部から追い出されて房総半島とも土地場だけになったっていう感じですよね。茨城もちょっと取ってますしね。土地場もいいんじゃないでしょうか。ということで、次回はもう関東から完全に北条を追い出して、ご北条もしかしたら東北の方へ行ければいいなと思います。またですね、朝廷工作を行います。小生に右大臣になりましたからね。これでより上がると関白への道を広がってくるんじゃないかなと、思います。関白になることが最後ですからね。関白になるためは正一位にならないといけない。あと2ランク上げる必要があります。今の支配力っていくらだっけ。勢力、もう3万6000超えてるわ。つまり戦1になる資格をすでに得たみたいです。秀吉は藤原氏を自称してるんで、関白を目指すことになります。上杉や伊達も出自が藤原氏を自称してるんだな。
はい、ということで、ここまでになります。よろしければチャンネル登録、高評価お願い、Twitch のアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 アーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days after my YouTube channel、 チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX my アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の移行でした。